はい、どうも、おもちゃんねるんです。今回はこちら。はい、うちの奥さんからプレゼントもらいました。トミカプレミアムのランボルギーニカウンタック LP500S です。それとせっかくランボルギーニをいただいたので、眠っていたこれ、トミカギフトのランボルギーニセットです。今回はこのランボルギーニ5両を見ていきたいと思います。それでは見ていきましょう。このランボルギーニはタカラトミモールかトミカショップでしか売っていないものだそうです。それじゃあ箱の方軽く見ておきますね。トミカプレミアムタカラトミモールオリジナルランボルギーニカウンタック LP500S。 くるっと回すとランボルギーニ公認のシールが貼ってます。他の面はいつもと同じような感じになってますね。では中の方見ていきましょう。パカッと、どんなんですかね。ちゃんちゃたちゃちゃーんと、おお、結構かっこいいですね。登場。それではくるっと見ていきます。赤色のランボルギーニかっこいいですね。確かね、これと同じ方が去年の同時期ぐらい、10月かな、それぐらいに出てたと思うんですけども、いやーかっこいいっす。上から見るとこうなっていますね。そこはこんな感じになってます。この車両トミカプレミアムなので、やはりディテールはね、なかなか作り込まれていますね。内装もいい感じに仕上がってますね。で、この車両のギミックはサスペンションのみとなってます。いや、うちの奥さんなかなかいい車プレゼントしてくれましたね。それじゃあ続いていってみましょう。続いてはトミカギフトのランボルギーニセットです。セット内容はカウンタック LP500S、 アベンタドール LP7004、 レベントン、ベネーノ、この4台のゴージャスなセットになってます。カウンタックはさっき紹介したものと同じ型なので、これもちょっと見比べてみたいと思います。では見ていきましょう。よいしょー、かっこいいの詰まってますよ。これはいつもおなじみの四隅に1台ずつ入っているパターンなんですけども、まずはこれからいってみましょう。じゃんと、まずはアベンタドールですね。それではくるっと見ていきましょう。これはなかなか明るいオレンジ色のアベンタドール登場しましたね。あはー、かっこいいですね。上から見るとこんな感じになってます。そこからはこうですね。で、この車両のギミックはサスペンションのみとなっています。同じ型の通常版も持っていたので、ちょっと比べてみたいと思います。さあ、どんな違いがあるのかなと。こっちの方がちょっと控えめですね。並べてみるとこんな感じになります。両方ともオレンジ色なんですけども、かなりトミカギフトの方が明るい感じの色ですね。個人的には通常版のこのパールがかった色の方が好きですね。でもデザイン的にはこのツートンカラーも捨てがたいです。どっちもかっこいい、どっちも捨てがたい。アベンタドールはどうやってもかっこいいってことですね、これ。それでは次の車両行ってみましょう。次は右下行ってみましょう。登場。これはベネーノですね。それではくるっと見ていきます。あー、白ベースに赤いラインの入ったホイールにちょこちょこっと黒があるんですけども、これはシンプルでもかっこいいですね。上から見るとこうなってます。そこからはこうですね。この車両のギミックはサスペンションのみですね。ボディのデザインは当然のことながらかっこいいんですけども、こういったシンプルなカラーでもよく似合いますね。では少しオープンカーセレクションのベネーノと比べてみたいと思います。はい、2台並べるとこんな感じになります。あ、やばいですね、この2台並べると。おお、すごい、並べるとかっこよさ倍増どころじゃないですね、これ。まあ、比べる対象がオープンカーなので型がちょっと違うんですけども、大体は同じような感じですね。いやー、ベネーノかっこよすぎました。では次の車両行ってみましょう。では続いて左下、これレベントン行ってみましょう。あ、パッケージを見たら黒だと思ってたんですけども、結構緑色ですね。深い緑色、モスグリーンっていうんですかね。でもなかなか洗礼された色になってますよ。これもかっこいいですね。あー、なるほど。上から見るとこんな感じになってます。これは渋い。そこからはこうですね。この車両のギミックはサスペンションのみですね。
レベントン自体がランボルギーニの中でも結構落ち着いたデザインなので、こういった落ち着いたカラーがすごく似合いますね。で、持っている他のレベントンと比べてみようと思ったんですけども、所持しているのがこれ、トミカイベントモデルのパトカーバージョンですね。はい、とりあえず並べてみたらこうなりました。うん、やっぱりパトカーと比べちゃダメですね。あまりにも印象が違いすぎて、同じ形なのに全く別のものに見えちゃいます。なんかちょっと裕福な国の信号待ちみたいな感じになってます。ちょっと比較っていう感じではなかったんですけども、これはこれで個人的に面白かったんで OK です。それでは次の車両行ってみましょう。で、ラスト残りは左上のこいつ、カウンタックの登場です。それではくるっと見ていきますね。あ、シルバーもいいですね。さっきの赤とはまた全然違った印象があって、こっちもかっこいいですね。上から見るとこんな感じですね。そこから見るとこうなってます。この車両のギミックはサスペンションのみとなっています。カウンタックのデザインにシルバー塗装だと結構機械的なガチガチなイメージになりますね。はい、並べてみるとこんな感じになります。古い言葉で言うとスーパーカーですね。デザイン自体は古いんですけども、今見ても遜色ないのが本当にすごいですね。この後ろ姿に憧れたお父さん結構いるんじゃないですか。ちなみにこの2台比べてみると、トミカギフトとトミカプレミアムなんですが、ホイール以外の形は一緒だと思います。いやー、カウンタック本当にかっこいいですね。まだ一度も本物を見たことないので、1回でいいから見てみたいです。はい、ということで今回は販売店限定のランボルギーニカウンタックとトミカギフトのランボルギーニセットを紹介しました。いやー、こうやってね全部並べて言えることは、とにかくランボルギーニっていうのはどの形どのカラーでもかっこいい。細かいところを言えばそれぞれどこがかっこいいとかあるんですけども、とにかく男前かっこいい、その言葉につきます。ということで今回はこの辺りで。ちなみにこの販売店限定のカウンタック、ネット通販では売り切れてしまってるんですけども、トミカショップに行けばまだあると思います。欲しい方はぜひ皆さんお早めに購入してください。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。はい、どうも、おもちゃねるんです。今回はこちら、強烈な台風の中買ってきました。なかなかすごい雨の中買ってまいりました。イオンチューニングカーシリーズ第28弾トヨタ FJ クルーザーポリス仕様です。